ゆいの小部屋へようこそということで、今日の小ネタは食玩についてやっていきたいんですが、ちょっとね、私の食玩への思いを話させて、私は、小中高と、幼少期から大人にかけて食玩というものがとても好きだったの。みんな知ってると思うけど、食玩っていうのはお菓子がおまけで、その中にシールとかカードが入っている。なんなら私ガチャガチャとかも好きだし、とにかくそういうキャラクター系のものとか漫画系のものすごい好きで、すごく凝ってた時期があったのよ。でも、大人になってミニマリズムというね、考え方にはまって、家の中をだいぶ整理して、そういうものとはもう決別してたの。なんだけど、やっぱしもともと好きな根底は変わらないし、手放してみたからこそやっぱ自分って好きなんだなって再確認したところがあるのよ。で、最近その有名なね、 YouTuber さんとかでも開封系のこういう食玩のね、コンプリート目指すみたいな動画をすごく私好きで見てるの。だからやっぱし私の食玩への愛って変わらずあるんだなってことを最近再認識して、じゃあ自分がこのね、ミニマリズムとかの経験を経て食玩に手を出そうと思った時に、何かルールをね、ちゃんと作らなくちゃいけないなと思ったの。で、やっぱしコンプリートを目指して2ケースも3ケースも箱買いしてしまったら、値段もね、だいぶするし、私はね、お菓子が無駄になることが嫌なのよ。食べきれないよね。食べきれないし、当然そこまで買うとさ、ダブリって出てくるじゃん。なんかそうなると私結構躍起になっちゃうタイプだから、もう後に引けなくなっちゃうタイプなの。で、自分の性格をよくわかってるから、そういう風にならないために、私の食玩の開封は、一種類ずつだから、このなんかいろいろコンビニとか東急ハンズとかいろんなヨドバシカメラとかいろんなとこで買ってきたんだけど、いいなと思ったものを1個だけ、5種類ぐらい集まったら、開封すると、で、こちら見えてますね、この箱、これに貯めていくのよ、宝物ボックスのように。で、ここから溢れようもんなら、手放していくと、で、次に大事にしてくださるどなた様かに、お譲りすると。でもこれさ、シール1枚とかで入れていったら超入る。今回はね、たまたまね、今回はシールウェアハウスばっかしが集まっちゃったのよ。でも、もっとね、チョコエッグとか、フィギュアとか、もちろんガチャガチャもこの中に入る。これからね、ガチャガチャ回してみたとか、そういうね、小部屋も撮りたいと思ってるから、そういうキャラクター系のグッズが増えることが想定されるの。なるほど。でも、ここにだけ入るだけってルールを決めれば、これ以上増えることはないと。だし、それを手放すんではなく、次の方へリサイクルしていくというリサイクル精神で。そうすれば、ミニマリズムとの考えとも相性がいいかなと。今回から、小部屋というタイトルを作りたかったのもこういうことがあったのよ。こういうなんかね、開封系をやってみたいなって思いがありまして。これからお付き合いいただきたいと思うんですが、それではじゃあ今回のラインナップをご紹介します。エントリーナンバー1番、集まれ動物の森カード組セレクションということで、私ね、動物の森やったことないんだけど、ゲーム配信の YouTuber さんのいっぱい見てるから、もうすごくやった気でいるんだけど、ダナモっていうね、タヌキチとかがいるっていう感じで、でもこの辺のキャラクターが出ちゃったらちょっと私あんま分かんない、ダナモしか分かんない、でこれはね、グミが入っててカードが1枚と。エントリーナンバー2番、呪術廻戦ウェハース、なんと5ということで。本当だ、5まで行ってるのね。これは今回の2期の方のアニメの多分カードが入っていると。そんな感じで、私の大好きな中村雄一さんが務める五条悟先生が入っていると嬉しいです、エントリーナンバー3番、ドラゴンボール挑戦士シールウェハース超挑戦士シールウェハース超、天下無敵の共闘ということで、これ実はね、この企画をやろうと思って買ったんじゃなくて、私がセブンイレブンにフラッと入って、あの時だ、かっちゃんとゲル行った時、モンゴルの あの時にふと入ったセブンイレブンで売ってて、買ったまま開けてなかったから今回ちょうどいいやということで、だから今これ買おうと思ったら売ってないかもしれない、
これが本日買ってきましたエントリーナンバー4番悠々白書シールウェアハウスということで、まあまりにも私はドンピシャで世代が、うんうん、あの1種類につき1個ずつって言ったのにこれだけ2つ買っちゃったのもうさ私大人になって37になって悠々白書のこんなシールウェアハウスを買える時代が来るなんて思ってもなかった。嬉しいね、うん、多分ねネットフリックスの実写が今多分人気で販売されたんだろうなと思って、まあ、これ今日買ったから今セブンイレブンに行ったら皆様も買えるかもしれません。はい、はい、エントリーナンバー5番丸宮ちいかわお茶漬け海苔4袋カルシウム入り。ジャンル違くないですかこれいやね私ね最近ねインスタグラムのストーリーですごく言ってるんだけど、はい、ちいかわにドハマりしてるのよ、うん、結構自分の中でも大きなマイブームになっちゃって、うん、すっごい最近ちいかわ好きなの、うん、あの本とか読んでるんだけど、うん、でも実はこれってあの本読む前にパッケージ買いしてたの、うん、だからこれもね買ったの結構前なんだよね、うん、ね、キャンドゥかセリアで買ったんだけど、うん、でも今日ヨドバシカメラ行ったら売ってた、うんうんうん、でこれも一応食玩でお茶漬けが入ってるんだけどキラキラシールが入ってると、ちいかわのかまぼこ入りということで、うん、これもあの買いに行こうと思えば売ってると思います、うん、じゃあこれの5種類だね種類的には、うん、落ちて開けていこう、はい、なんとね、ちいかわ以外全部バンダイということでね。やっぱりそうなんだね。こういうのって全部バンダイが出してるのかな、うんうんうん、しかもさ、これチョコウェハースじゃん、うん、これココアクリームじゃん、まあ、ここ一緒なんだけどさ、これバニラウェハースじゃない、うん、同じバンダイでもさ、やっぱみんなウェハース飽きないようにさ、配慮してくれてるんだよ、うん、今動画のさ、スイッチを押してさ、おもむろに私がこうやって開けようとしたらさ、ギャーってもんちゃんがやってさハサミでこうでしょみたいな。いや、私が見てるわしゃがなでは、うん、梶田さんはガシャってやって、うん、中村さんはハサミなんだけど、うん、私梶田さん派なのよ、うん、ここの根元からギャンって行くのが開封だと思ったのに、もんちゃんが絶対嫌だって言うからもうちょっとハサミに持ってきました。これじゃなんか開封した感じしないじゃん。皆さんも二手に分かれるだろうね。分かれると思うよ。じゃあ待って、中身のねグミ、あーかわいい、葉っぱと、かわいい、葉っぱとなんだろう、梨みたいな。もんちゃんはさ、こういうの全く買ったことない？ないね。子供の時、大人でもいいけど、まあ、なんか山崎のパンについてたポケモンシールぐらいかな、ね、集めてたので、何か集めてたっていう経緯もない？あんまりないね。本当に？じゃあいくよ、せーの、はい、何、うん、あー、あんましわかんないけど、うん、なんか作業してるね全然見たことないんですけど。全然見たことない。ここ、無人島生活のすすめ、その後島の整備、やっぱ整備してるんだ。島が発展していく、移住者が集まってきます、うん、島の評判を高めれば人気ミュージシャンを招いてライブを開くことだって夢ではありません。しずえとトタケケ。どうすんの、カード集めてどうしたらいいの？ゲームとかできんの？まあ、やっぱできないよ、こうやって。ただそれだけ？こうやってニヤニヤしながら、かなそういうものでしょ。いや、これはちょっとね、難易度が高かったと思う。この辺はもっと、あの1枚として成立するから。シールの方がまださ、使い道あるんじゃん。まあね、まあね。まあまあまあ。まあまあ。だからちょっと、あんまし外れなんじゃない？でもウェアハウスじゃなくてグミっていうのがまたいいね。あ、グミはいいね。あと、板ジャガとかもあったんだけど、メッセージカード6種とビジュアルカードが5種。まあまあ、まあまあ。ん？いくよ、うん、じゃん、あ、伏黒のパパだ、伏黒のパパだ、嬉しい、筋肉めっちゃあるのよ。私さ、伏黒パパ見た時にさ、うん、すんごい筋肉の勉強になると思って、うん、写真撮ってたの、漫画の、うんうん、そう、パパグロでしょ、伏黒パパじゃないのパパグロじゃないの、嬉しい。あ、これは私の中でめっちゃ当たり、キラとかじゃないけど、あ、これは嬉しい。五条先生じゃなかったけど。あの五条先生の次に好きなキャラ。うん。あのパパ出てくると漫画でもテンション上がってたの。あ、これは嬉しいわ。やっぱ楽しいね。食玩開封。よかったね。よかった。いくよ。お、当たりじゃない？キラキラしてる。孫悟飯。え、全部キラじゃなくない？ちょっと待って。全部キラじゃないような気がする。え、だとしたらすごくない？そう、ご飯って書いてある。うん、全キラだったら全キラって書くよね。すごい。このガンマ1号とガンマ2号がさ、私の好きな声優さんがやっててさ、
と映画見たいんだよね。はい、いいと思う。これなんかこの辺貼ったらかっこいいじゃん。私はね、ゆうすけも好きだし、ひえも好き、くわまなも好き。でもくらまとかこえんま様とかボタンよりはゆうすけ、ひえ、くわばらが好きだな。でも玄海師範も好きだよ。一度も見たことありません。あ、本当？、はい、あとプーが出たら嬉しい。プーって言ってもわかんないよね、もんちゃん。ペンギンがいるんで。いきます。ジャキン。あ、言ってたらクラマが出ちゃった。かつては銀髪の妖子と恐れられる凶悪な妖怪だったが、人間に転生したことで愛情を知り、心優しき妖怪となる。転生。え、もんちゃん、クラマ男性女性どっちだと思う？女性じゃないの？男性なんだ。ああ、そうなんだ、うん、かっこいいんだよクラマ。トグロ兄弟とか欲しいな。レイガン、レイケンとかもあるんだ。チュウとかトウヤ、リンクとかもいるんだ。カメモチとかで欲しいな。ダブリだけはやだ。じゃん、うん、あ、言ってたらリンクが出た。欲しいやつ？うん、いや、欲しくはないけど。欲しくない。いや、だいぶ、超なんていうの、レアキャラっていうか。そうなんだ。うん。13番。いいね、いいね。もう最後になっちゃった。ちいかわね。うん。よし。待って、お茶漬け先見せるね。うん。どう？書いてある、なんか。あー、かわいい。おー、私はちなみにね、ハチワレが好きなのよ。わー、めっちゃかわいい。でも今ね、3巻までしか読んでないから、なんかちょっとわかんないわかもしれない。へー、あ、すごい。あ、違う違う。へー、なんかじゃあそのシーンなんだね。多分絶対そうだと思う。これ栗まんじゅう、シーサー、ちいかわ、ラッコ、ハチワレ、モモンガ。いやー、かわいい。私の胸に刺さるのよね、ちいかわが。いくよ、うん、私は8割が出てほしいから、うん、じゃん、どう？出た？いる？出た？3人もいる。超かわいくない？かわいい、あ、キラキラしてる。かわいい、あ、うさぎちゃんもいる。あ、キラキラシールって書いてある。なんかみんな勇ましい顔しててかわいい。そうだね、これもなんかのシーンなんだろうな。すごいっていう眉毛が、もう一回見せて眉毛がかわいい。なんかもんちゃんも絶対チークを読んだらハマると思うんだけどな。にゅってしててかわいいね。あ、これはかわいいわ。これはあのー、この辺ずるいよこれ。貼ったらさ、この中かさばっていかないじゃん。そう、でもいいんだよ。あの、ここを越えなきゃいいんだから。ちょっとあの、グミ食べたり貼ったりしよう。はい、食べるもんちゃん。うん、グミなんていつぶりだろう。確かに。あ、怖いな。待って、もんちゃん食べれるかな。何、パイナップル。あ、ミックスフルーツ。ギリギリ。とりあえず、スライムじゃん。あー、すごい。ほっぱ、うんうん、シール食べてるみたい。うん、おいしい、おいしい、おいしい。うん、うん、なんか懐かしい。うん、うん、食べるというより触っていたい感じ。うんうん、面白いレビューだね。ね、グミですらさ、全4種なんだけど。チョコウェハースにしようかな。割って割る、うん、大きいね。大きいね。これを2ケースとか買ったらさ、うん、どうしてんのかなと思っちゃう。おお、いいね。うん、いい香り。うん、いけるね。おいしいじゃん。おいしいじゃん。うん、もんちゃん、これ朝ごはんにいいじゃん。人に消化させようとしないで。違う違う、もんちゃん絶対甘いの持ってくじゃん朝。うん、マドレーヌみたいな。うん、ほら、有楽町のやつで仕事中さ、はあ、小腹空いたなって言ってさ、有楽町のやつばっかり。やべえやつだよ。思ったより10倍ぐらい美味しい。うん、もっとなんか本当にお菓子はおまけ程度の感じなのかと思ったら、うん、うん、ちょっともう一個いこう。バニラとココアクリームどっちがいい？ココア。お、違うね。
あ、美味しいね。うん、え、めっちゃウェハース美味しいわ、うん、私だけでもいいからバニラ食べてみる。うん、食べる。お腹いっぱい。うん、真っ白だよ今度。うわ、うん、ただやっぱ粉が舞うね、粉雪のように。うん、なんか安心した、いっぱい買えるわ。これはいいぞ。タンパク質 0.8 しかないけど、うん、でも1枚あたり72キロカロリー。うん、悪くない。もはやウェハースが食べたくて買うかも。明日になったらしけっちゃうかもしれないから食べちゃう、うん、今回の記念すべき第1弾、こちらはお宝ボックスへ。はい、でこちらはハロー。詰めた方がいいかな。何でいいか。よいしょ。いいんじゃない？貼った。貼ったよ。うん、はい、はい。最後までご視聴ありがとうございました。皆様も食玩買ってみてはいかがでしょうか。ゆいの小部屋でこういうのやってほしいなとか、ああいうのをやってほしいなとか、お悩み相談、質問などなど、高確率で採用されると思いますので、コメントやインスタグラムの DM の方でどしどしお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。